ロッパ最強の伊達男、ドイツステファン・ブリッツ・レコ。将来のチャンピオン候補と言われながらも伸び悩んでいたが、2001年ラスベガスでアーツを壮絶な KO で仕留め大きくブレイク。名実ともにトップファイターの仲間入りを果たした。そしてドイツからオランダに拠点を移し、悲願のグランプリ初制覇を虎視眈々と狙っている。それを狙い撃ちで右のフック、ダウンですね、ダウンです、これは